各級は、愛知県岡崎市八条町麻生貫通69番地に、本社がある、合資会社八丁味噌の商標。八丁味噌は固有の商標ではなく、他にも製造業者が存在するため、本記事では、合資会社八丁味噌について述べる。NHK 連続テレビ小説、純情キュラリでは、丸や八丁味噌と共に舞台となっており、 撮影現場としても工場が使用された。江戸三大将軍、徳川家光の時代にあたる商法年間に、岡崎城から西に八丁の三河国ぬかたぐ八条村で創業した。早川家が1878年に愛知県庁に提出した上申書には、当家の創業は1645年と記されている。正方形の枠内に太い連書体の 旧のマークは、歴代当主が、代々、早川旧右衛門を名乗っていることによる。現社長は19代目の当主になる。1892年から宮内省への味噌納入を開始し、1901年12月28日、宮内省御用達を拝命した。味噌像や、工場の見学ができる。そのため、蒲氷、豊川、蓬来でえら。 湯のヤ温泉方面のツアーなどで観光バスが立ち寄る。工場見学、売店等の部門は関連会社の株式会社各級発丁味噌が司さどっている。ありがとうございます。